皆様こんにちは、こんばんは。足立音研ドラム義塾塾長の今成です。スティーブ・ガッドさんの教則本ガッディメンツの内容をご紹介する動画の、3本目、こちらはウォーミングアップ、ウォームアップのコンティニュード、今日はこちらを紹介したいと思います。前回ご紹介したウォームアップの1よりも難度としてはかなり高いです。その分手のいい影響も強いので、ぜひ取り組んでみていただきたいんですが、ウォームアップの1と大きく違うのはフラムタップが出てくるってことです。フラムタップ、皆さんご存知でしょうか。フラムの後に同じ手でタップ、こういう手順のルーディメンツです。フラムタップ分解すると分かるんですが、3連打が叩けないといけないんです。まあいけないってことないんですけど、3連打を叩く内容を左右合体させることによって、この手順っていうのができているということなんです。なので、ダブルストロークまでしか叩いたことがない方は、まずトリプルストローク3打タタ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 というのを練習してから、手順を考えて融合していくと、うまいことフラムタップに突入することができるんですが、まあフラムタップができたとして、このウォームアップのコンティニュード続編の方をちょっと叩いてみたいと思います。ちょっと今歯抜けになっちゃったりなんだりしたんですけれども、完成版というか真面目にすごく叩いてるやつは概要欄にちょっと載せておきます。その以前叩いた内容をご覧いただければ、まあ手順の感じっていうのは分かると思うんですけど、今ご覧になっても分かる通り、パラディドル1回パラディドル1回にフラムタップ一拍を足してるんです。なので、1小節でも手順がひっくり返っちゃうんです。1小節ずつこのひっくり返るというのは頭の混乱がより起きやすいんですね。前回のウォームアップの1では、一通り4小節かなやった後にひっくり返すんですが、その間安定して進むことができるんですけども、今回は1小節ごとにひっくり返ります。なのでかなり手がびっくりしますね。1小節ごとにひっくり返っちゃうので、最初のにしても右と同じ音で右左ができるっていうのはやっぱりすごく理想なので、この点も注意して、このウォームアップのコンティニュード取り組んでみてください。